今日は10月12日今午後3時ちょっと回ったところですね。ようやくこのフェンスも取り付けることができて、ウッドデッキですね、ほぼ完成しました。ちょうどですね、秋の大連休の時から始めて、ほぼ1ヶ月休みの日にですね、少しずつやりながら、ようやく完成しました。こんな感じですね。フェンスがなかなかちょっとあれだったんですけど、昨日この金具をですね買いに行ったら売ってなかったんですけれども、在庫切れとか言われたんですけど、今日別件があってまた買いに行ったらですね、今日は置いてあったんで、1週間完成が早まりました。ここはですね、どうしても隙間が空いちゃうんで、こういう風に木でつないでますね。端から折ってってるんで、あとは向こうからこう折ってったんで、この真ん中だけが空いてますね。この新しいですね、色の違ってるところは張り替えた木ですね。あと見えないんですけども、一番最初にですね、まず腐った木を床板を剥がしました。剥がしたらですね、下の梁っていうんですかね、これが腐ってるのが分かってですね、そこをまず作り直すところから始めてますんで、本当はまあ全部剥がしてですね、梁を作り直せばよかったんですけど、そこまではできないんで、部分的に剥がしてですね、その梁を張り替えた。で、それから今度は床板ですね、床板をそれに合わせて腐ってボコボコになってるやつ部分だけを張り替えた。で、最後にこのフェンスですね、これで一応ほぼ、上がりました。ここのつなぎはですね、とりあえず結束バンドで今結んでますね。かなりしっかりとつながってはいるみたいですね。風が吹いても多分大丈夫ですね。これでほとんど動かないですね、こうやっても。いやー疲れたな、これは本当に参ったな。まあかかった費用がですね、材料代で2万円ちょっとぐらいですね。板、それからフェンス、角材、それからこういうブロックですね。ブロックは今までなかったんですけど、ちょっと買いました、ね、それからこのスライド丸ノコっていうんですか、電動の、これが9800円ですね。だから全体入れても3万円じゃちょっとぐらいでできました。これもし業者の人に頼んだ場合ですね、見積もりもらったんですけど、まあ100万近くかかると。その代わり、まあ腐らない素材で全部設計し直してやるんで、してもちょっと100万弱っていうのはですね、あまりにも費用が大きいんで、自分で部分的に直せるんだったらと思ってやってみたんですけど、3万円ちょっとぐらいで、まあ、とりあえず補強ができたんでいいかなと思ってますけど、自分で1回やるとですね、次の、補修もできますね。前ウッドデッキはですね、業者さんにやってもらってるんで、どういう構造になってるか実は全く分からなくてですね、本当にできるのかどうかも分からないんですね。実際に剥がしてみて床板をですね、構造が分かって、まあなんとかなるということでやりましたけど、まあ、そこそこ綺麗にできて良かったですね。
のお父さんがブレーキを直してる間、オイラはこの釘入れを作ってました。本当は6個入ります。6個っつうか、今5個しかないけど、これか。こんな感じで。詰めれば、あとここに何か入る。こういうやつとか入る。めっちゃ大変だったこれ作る。角っこをね、磨いてるから、磨いて丸くしてるから結構難しい、うん、こいつここ磨いてんの丸く。まあこんな感じで結構大きいね。であともう一つこれヤスリ入れ。今までヤスリは普通にあのツールボックスの中にぶち込んでたんですけど、ぐちゃぐちゃになっちゃうんでね、こういうヤスリ入れを使ってやって、はい、やってます。これもここをちょっと削って、であと裏は、はい、はい、こんな感じね。本当はもうちょいヤスリ欲しいんですけど、消費量が高いですよ。これもボロボロのヤスリ、もうこれもうひなひなで使えない。で、あとこれ、これもね、この台も作った。これはね、プチ作業台っていうの。こっちは丸のこ用だけど、こっちは持ってって、この上でカッターでなんか切ったりとか、ノコギリで切ったり、ドリルで穴開けたりすることができるんだよね。ここに乗ってやったりすればどっちにも動かないから。あと下にも2段棚がついてて、ここになんかスプレーとか金槌とか、上にはヤスリのこれ置いたりとか、こうやってできるから意外に気に入ってるんですよね。あとここにもこういうストッパーっていうのをつけて、ここでねこう木をこう当てて、ここでこう金槌で打ったりネジ止めたりしてます。で、あと横にフックがついてるのと、ここにこの差し金をかけるやつがあります。溝が、こっちにもねフックがついてるんですけど、これはハンマーをかけられるようにしてます。ちっちゃなハンマーがかけられる。まああとはそんな感じです。あの机はもう壊します。ブリ山、ブリの、ブリの助、ブリ太郎。机の色と合ってるね、こいつの色。どれ？ちょっとだけ合ってる。ゴミ箱もいっぱいだし、下にある台も粉です。この作業台もすっかり汚れしまったらもうな。いいんだよ、味が出るから。まだ全然使い込んでないけどな。いいじゃん。多分この状態は今逆転してると思う。茶太郎が道路でゴロゴロしちゃってますけど、君危ないよ、車来るから。ここはね、道路だからね、言っとくけど。ほら道路、子供は。じゃだろう。じゃだろう、悪くないよ、ちとじゃだろう、おとなしくていい猫でしょ、触れるし。うん、猫、ね、ごめんね。じゃだろう、似合ってやるよ。あ、ママが来た、ミラクちゃん。今
焚き火をしながらですね、焼き芋を作ってます。今日はこのウッド、見えないな、ちょっとライト貸して。はい、ここ見える。今日はこのウッドデッキが完成したお祝いにですね、この廃材を薪にして焚き火してます。近所の子も遊びに来てますけど今焼き芋をちょうどですね、3個買ってきてアルミホイルに包んで焼いてます。違うよ。1,2,3,4,5,6 6個ある、ちゃんと、うん、7つないでしょ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 そんなないじゃないですか。20個。さっきですね、このマシュマロもうなくなっちゃいましたけど、どれ、このマシュマロもですね、焼いて食べましたけど、ちょっとしたですね、キャンプ気分ですね。キャンプ、自宅キャンプ。今日は、まあ、1ヶ月ぶりにウッドデッキができたからいいですね。お祝いにはちょうどいいですね。ね、これ見てください。焼き芋がですね、焦げて黒くなってしまいましたけど、一応中はちゃんと食べられるんですね。こっち見てください。これはどう、エイド君？熱い？熱い？おいしい。ウッドデッキ完成祝いの石焼き芋、焼き芋が出来上がってですね、今こうやって食べてます。みんなでうちでも食べてます。美味しそうですよ。美味しいですね。美味しいですね。ちょっとね、焦げちゃって水分がなくなっちゃってちょっとお味の方はイマイチでしたけど、この焚き火の方はものすごい火が入ってますね。これ大丈夫かおじさんいる？おじさんもういいよ。夜の9時を過ぎて遊びに来ていた子供たちも帰って静かになりました。今日はこのウッドデッキができたんでちょっとホッとしましたけれども、もう少しですね、お化粧してですね、もうちょっと見栄えを良くして、あと新しい貼った床にですね、塗料を塗らないといけないので、まだまだ作業は続くかと思いますけれども、少しずつやっていきたいなと思ってますけれども、だいぶ寒くなって焚き火の日がちょうどいいですね。明日からまた仕事だ。あ、辛いな。体が、腰が痛くてずっと腰曲げて作業してたんで痛いですね。ということで、ウッドデッキ完成披露パーティーはこれで終了です。それでは今夜の締めにですね、空くんにこの電動スライド丸の子で出た木くずをですね、焚き火に、いいよ。こんな感じですね。木くずを入れると花火みたくなりますね。綺麗ですね。ぼわっと。音もすごいですね、これ。おお。この木くずはですね、全部ウッドデッキを補修するために出た木くずですね。いよいよなくなりましたね。こうしてウッドデッキもほぼできて、まあよかったよかったということですね。いいですか、そらくん。じゃあ終わりにしますよ。まだこの超ぶっとい木はですね、ほぼ原型をとどめながら燃えてますね。これは一体燃え尽きるまでどのぐらいかかるんだろう。明日の朝までかかるんだろう。それはやばい。おお、すごい。
まない。やばいでしょこれ天井が。いやすげえなこれ。うわ中の粉でしょ粉が。ということでこれで終わりにします。